社債。社債、社債は、会社が資金調達を目的として、投資家からの金銭の払い込みと引き換えに発行、記載する債権である。協議には、会社法の規定するものを言う。社債は、基本的には資本である株式と異なり、発行企業から見ると債、借り入れ、借金となる。ただし、 転換社債は株式に転換されると負債から資本に組み入れられて増資になる。銀行などからの単なる融資と異なって、社債は流動性がある。つまり、社債を購入する投資家は、それを市場で売って、いつでも現金化できる。銀行による融資は、借入金と書かれて、社債と区別される。社債はしばしば期間投資家向けに募集される。バブル景気の時は、 住宅金融専門会社など、ノンバンクも引き受けた。2015年の動きとして、ユタ州のが、ブロックチェーンを基盤技術に用いた暗号火災販売プラットフォームを整備中である。募集の方法は公募と私募がある。公募債については、主に投資的格の格付けを得た大手企業が行う、設備投資や企業買収などの M&A など、 多額の資金が必要となる場合発行されることが多い。死亡債については、発行会社の財務内容、発行目的とも、より多様である。1899年に商法が制定された。173条及び199条から207条までが、社債規定であった。1905年に担保不社債信託法が、1922年に、 信託法と信託業法がそれぞれ制定された。これらも社債を規制した。やがて昭和金融恐慌で社債のデフォルトが相次いだ。そこで1933年に担保不社債、信託法が改正され、担保不社債を分割発行する制度が導入された。1938年に商法改正を経て、募集の受託会社及び社債権者集会が制度化。 された。1942年に、社債等登録法が、1948年に、証券取引法が社債を規制するようになった。1950年の商法改正は、受験資本制度とともに転換社債を導入した。1962年にも改正され、これにより、普通社債の登記制度が廃止となった。日本では19世紀末頃から、 社債の発行が行われてきたが、第二次世界大戦中及び戦後は、発行が厳しく統制され、一部の大手有料企業しか、社債の発行ができなかった。戦中は常実の法律に規制されたが、戦後は日銀も干渉した。すなわち1949年に、電力債等を A 閣、私鉄債等を B 閣、その他を C 閣とする審査制度が設けられた。 これは1955年に廃止された。しかし、1959年に、格付け基準が、1977年には、適彩基準がそれぞれ設けられた。情報革命の進展に伴い、制度改革がしばしば行われるようになった。緩和策の第一歩として1977年に、社債発行限度暫定措置法が制定され、特別の社債について、相当期間、 発行限度額を2倍に増やした。1979年、松下電機が完全無担保転換社債を発行した。1981年に商法を改正、新株予約券付社債、ワラント債を導入した。日銀の主要企業経営分析によると1982から1983年の間に主要企業の外部資金調達の総額に占める割合は、 借入れ金が55.8%から14.4%に落ち込み、転換社債が7.2%から35.1%に急増した。ワラント債は0から8.4%になった。転換社債とワラント債は普通社債の資金を送って、普通社債は14.2%から一時的にマイナス0.3%へ落ち込んだ。普通、転換、ワラント債を合わせた、 社債全体は21.4%だったものが43.2%にまで膨れた。1984年、借入れ金は9.1%になり、普通社債は15.8%にまで反発した。社債全体に占める外債の割合は90.6%であった。1985年、借入れ金は2.1%になり、 転換社債が14.0%に落ち込む一方、ワラント債は20.8%に跳ね上がった。また、この年には TDK が戦後初めて完全無担保普通社債を発行した。1982から1986年の間、財閥系の銀行が、それぞれの参加企業を引き目に、外債発行を補助、推進した。1987年。 無担保の適切基準が数値基準と債権格付け基準に分かれた。これにより自己資本比率等の数値基準を満たさなくても格付け基準に合えば発行できるようになった。翌年に有担保債も同様となった。1990年に商法等を並びに商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律を改正。これにより 適切基準を純資産基準に一元化したほか、暫定措置法が適用される特別の社債へ新株引受権付社債を追加した。1992年、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律ができた。翌年に商法等を並びに整備法を改正。これにより社債発行限度規制と、 募集受託会社制度を廃止、また社債管理会社制度を導入したほか、各法律間の調整をした。1996年に金融ビッグバンの一環として、債権格付け基準における適債基準と無担保債発行時の財務制限条項が撤廃されるに及び、社債は完全自由化を果たした。また、かつては、 社債がデフォルトに陥りそうになると銀行が社債を買い取るという慣行があった。公募債のデフォルトによる損失を投資家が負担した戦後初の事例は1997年の八オハ転換社債の事例である。2001年にはマイカル債のデフォルトにより多数の個人投資家も影響を受けたが、その後7年間、日本において社債のデフォルトは発生していなかったが、 2008年に、駿河コーポレーションの社債のデフォルトが発生した。会社法上は、この法律、中、会社法の規定により、会社が行う割り当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、覚悟に掲げる事項についての定めに従い、召喚されるものを言う。と定義される23号。 日本の会社が日本の法律に準拠した発行手続きに基づいて発行した社債については発行地の内外を問わず日本の会社法の社債権者集会や社債管理者の規定の適用を受ける属地的な適用を主して限定する見解もある。日本の会社が発行する抗議の社債であっても外国の法律に準拠した発行手続きに基づいて発行された社債については 会社法の規定する社債ではないため、かかる規定は適用されないとされる。また、外国会社が発行する抗議の社債についても、同様に、会社法の規定する社債ではないため、かかる規定は適用されないとされる。ただし、属地的な適用を主張する見解からは一部、肯定される。社債は、有価証券であるため、 株式などと同じく金融商品取引法の規制下に置かれる。公募債を発行する会社は、金融商品取引法上の有価証券報告書の提出義務が生じる。社債の取引方法としては、相対取引と市場取引がある。社債の発行には、取締役会の決議が必要である。4項5号、取締役会設置会社でない会社では、 取締役の過半数による決定が必要である。2項。平成17年、2005年に制定された会社法においては、株式会社のほか、特例有限会社、持分会社も発行することができるようになった。また、発行会社が特にその定めを置いた場合を除き、再建を発行することを要しないものとされる。6号。参照。会社法上のと、 類似するものとして、特定目的会社が発行するものを特定社債といい、資産の流動化に関する法律の適用を受ける。投資法人が発行するものは投資法人債といい、投資法の適用を受ける。その他にも、業種によっては、社債発行にあたり、各業法規制の影響を受けることがある。また、 非居住者である外国の発行体が日本国内で円建てで発行する債券を侍債、外貨だけで発行する債券を将軍債という。R&OI、S&P、ムーディーズなどの格付け会社よって信用格付けが付与された会社の社債は一般に低い金利で社債の発行が可能となる。その中でも一般に BBB、BBB、 一般的なレベルとされる以上、その上は A、AA と続き、最高は、AAA の格付けが付与された社債を監修的に、投資的格債権。投資的格とは、英語インベットマントグラードを日本語訳した言葉と呼び、BBB 未満の格付け、もしくは格付けが付与されていない社債については、投資不適格債権と、通常を呼んでいた。また格付けが、 BBB 未満の社債は俗にジャンク債、ジャンクボンドとも呼ばれる。しかし、現在海外金融市場では、インベストメントグラード、ノンインベストメントグラードという言葉は、現実の投資家の多様な期待リターンやリスク許容度を考えた場合、言葉として曖昧であり、ミスリーディングであるとの考えが強くなっている。事実海外金融市場には、ハイリスクハイリターンを前提に、 ジャンク債を扱う市場や、機関投資家も存在する。よって、英語では、BBB 格以上の社債は、単に、ハイグラード、広角付け債、それ未満を、ローグラード、低格付け債と呼ぶ動きもある。また、金融業者が、BBB 格未満のハイリスクハイイールド債を投資家に販売する場合に、あえて、ハイリスクの部分を落として、ハイイイールド債と言い換えることもある。 ジャンク債は、米国金融市場で1980年代に、ロ房ボなど、企業買収で大量に発行され、一時的に市場は収縮したものの90年代以降投資家の認知を得るに至っている。ジャンク債には、もともと格付けが高かった社債が格下げされて、ジャンクになるケースと最初から低格付けで発行されるものがある。の場合は、国債金利に対する、 上乗せ金利である、クレジットスプレッドが高いことは、もちろんのこと、それ以外にも投資家に対する契約内容である、コベナンツの内容を工夫することにより安全を高める努力が行われる場合がある。しかしジャンク債のデフォルト率は当然ながら高く、投資家は高いリスクを相殺すべく高いクレジットスプレッドを要求することになる。なお、日本においては、広角付け債が ジャンク化する例は多いし、実体的なクレジットリスクが高い会社も多いが、発行時点から BBB 格未満の格付けをつけて、リスクを表示して、社債を発行することを嫌傾向が強い。したがって、日本では海外に存在するようなジャンク債市場は存在しない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。